どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前髪のアレンジ方法をやってみました。この人形さん前髪結構長めなんですけど、それをパパッとこうゴム1本で簡単に一瞬でまとめれるアレンジ方法をやってみましたので、前髪がいつも長くてアレンジ方法にお悩みの方、よかったらこの方法結構使えるかなと思いますので、やってみてください。それでは動画をどうぞ。まずシアオイルをつけていきます。あまりベタベタにならないぐらい、ワンプッシュぐらいでこう前髪のこう毛羽立ちをしっかりとまとまるようにつけていきます。次に分け目を取り分けていきます。だいたいまあ黒目の外側の位置ぐらいで分けて、この辺りから流していきます。反対側の黒目の位置のところまで分けて、一度前髪は下ろしておきます。流す方向のサイドの髪の毛ですね、の鉢植えの部分、大体で大丈夫ですので取り分けてダッカールで留めておきます。鉢下の髪の毛ですね、のまあ大体でいいですので、まあ耳あたり部分ぐらいの表面のあたりをまあ3センチ幅ぐらいでまず取り分けます。取り分けた髪の毛と前髪ですねを合わせて、サイドのあたりでまとめます。まとめた時にあまり毛羽立ちが出てないように注意してください。次にサイドのあたりで目の少しちょっと下あたりぐらいでゴムで結んでいきます。これで前に向けると前髪が自然に流れてます。この形でも全然問題ないんですけど、少しこの辺に丸みが欲しかったら若干毛先を引っ張って丸みをつけていきます。サイドの髪の毛を下ろして、バランスを整えていきます。こんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。前髪を作るアレンジ方法になります。よかったら参考にしてみてください。